記者のメキンプリ3人だったジャニーさんの死後輩ラ活躍続々で自信損失か体制の見直しが急務。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。アイドルグループキングピンス。 通称キンプリの平野氏を、岸優太、神宮寺優太の3人が来年5月22日をもってグループを脱退することが4日、ジャニーズ事務所から発表された。平野と神宮寺は同日、岸は来年秋をもってジャニーズ事務所を退場、長瀬角と橋山の2人は引き続きキンプリとして活動を継続する。 記者のメキンプリは2019年7月に死去したジャニー北川前社長が最後にデビューさせたグループだ。結成当時の名称はミスター・キング VS ・ミスター・プリンス VS という名が示すように、もともとジャニーさんは2つのユニットを競わせ、勝者を決める原積もりだったようだ。しかしメンバーたちはライバル意識よりも、 絆を深めていき、6人でデビューしたい、と自家談判したのは有名な話だ。ジャニーンさんは海外に通用するグループになると確信し、18年5月、外資系レコード会社、ユニバーサルミュージックから新レーベルを立ち上げてデビュー。しかし同年11月には橋源樹25が持病のパニック障害を悪化させて医療用。いきなり試練が訪れた。 さらに、喫水のジャニー参子だったメンバーたちは、19年7月に総水がこの世を去り、心の支えを失ってしまった。コロナ災いもそう待って思うようなライブ活動もできず、海外への扉も遠のいていく。さらに、シクストーンズやスノーマン、何わ男子ら爆発力のある後輩グループも次々とデビューし、危機感を抱いていただろう。 また、先月28日に、トラビスジャパンが世界デビューし、ジャニーさんの夢を先に叶える形となった。日本を飛び出し、武者修行という形で、拠点を米国に移した彼らのような覚悟が自分たちにはあったのだろうか。周囲の期待が、結果として自信喪失につながってしまったようだ。 今年4月からは初の4大ドームツアーを成功させ、7月からは最新アルバムメイドインを引っ下げたアリーナツアーも観光。活動は順風みつるほに見えていただけに、メンバーたちがそのような葛藤を抱えていたとは想像だにしなかった。いっそのこと、グループを畳む方が背負うものが少ないはずなのに。 キングピンスの看板を守ると決めた橋と長瀬の決意には心からリスペクトを込めたい。ジャニーズをめぐっては先月末には滝沢秀明副社長も電撃退任した。そして今回の金プリ3人の脱退発表。改めてジャニー北川さんという大黒柱を失ったダメージの大きさを痛感させられた。 ファンのみならず現所属タレントたちの動揺や不安を払拭するような体制の見直しが急務だ。江川優、平野志耀さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。 チャンネル登録をよろしくお願いいたします。